はい、いつもありがとうございます、パーソナルブレイクですね。ちょっとあの8時のグループブレイク前でちょっと駆け足ですけど、ご依頼者コッコさんですね、インフィニティを2つですね。はい、1つ1つ開けますね、そんなに時間かかんないんで、あの、はい、開始10分前でも全然 OK ですよいしょ。ちょっと動画のアップは、バスケのグループブレイク後になると思いますけどね、よろしくお願いします。よいしょ、サインかスケッチって考えれば、まあ2箱1ぐらいな感じですけどね。マスターが16で、まあだいたい8ぐらいはその2枚で出て、あと宝石カードとか含めると、うん、8、9、10ヒットぐらいはという感じでしょうか。よいしょ。はい、じゃあ一つ目です、ね、はい、いきます。はい、まずメタルの、はい、ガーディアンズね、オブギャラクシーのね、アライグマ。うん、ベースカードはやっぱね、これいいですね、非常にね。この色の違いがちょっと分かんないですけど、ね、ハイナンバーだとっていう感じなんですかね。はい、フィルムセルですね。これまさにガーディアンズかな。なんか宇宙の中っぽいですね。よいしょ。はい、うん、フィルムとメタルだけでしたね。はい、まあ難しいですね。2分の1だと何だろう、ワールドカッププリズムとかあの辺とかより、厳しいですただサイン出ればね、もうほとんど外れが2人ぐらい、それ以外はもう何百ドルって取引ね、ね、つくぐらいの人たちが多いので、まあそれを考えたらという感じです。ですので、まあね、ボックスちょこちょこだったら、まあそこで納得すればあれですけど、買われるんだったらケースとかで買っちゃった方が納得、より納得する商品だとは思います。よいしょ。よいしょ。はい、二つ目です。スケッチぐらいね、どっちか出てほしいですけどね、どうでしょうね。はい、まずパワーですね、これね。よいしょ。うん、フィルムセルだ、そうだ。よいしょ。はい、あ、メタルですね。まあメタル出てもサイン出てる、出る場合も普通にあるので、どうでしょう。ああ、はい、ストーンでした。はい、で最後ですね。よいしょ。はい、2つ開封してフィルムとセルという内容でした。フィルムはこれがガーディアンズね、とそうという感じです。そうなのにこっちはアライブマウトとマーティス映ってるんだろうね。こう続きね、はい、という感じです。よいしょ。はい、じゃあココさんありがとうございました。ちょっと開始前までに多分動画アップできますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。